アイドリング低い。タクティー TV をご覧の皆さん、こんにちは。レーシングドライバーの井口拓人です。かなり YouTube をアップするのは久々になりますが、今日は 86BRZ スタイル2023にやってまいりました。今回、イベントの大きなトピックが、アンベールされたこちらの2台になると思います。スバル BRZ、 STA スポーツ、そしてGR86 40周年特別使用車、この2台がアンベールされましたので、ちょっとこの2台に関してちょっといろいろ聞いていきたいと思います。 BRZ STI スポーツでございます。これはもう C 型になるんですかね。 C 型、型式で言うと C 型になるんですけども、今回 STI スポーツということで STI のチューニングが施された車両になります。パッと見ではヘッドライトの BRZ のロゴがオレンジになってる、ブレーキがブレンボついてる、これぐらいはなんとなく見たら分かりますけども、ちょっと多分あの足のチューニングとか多分こだわった部分があると思いますので、今回はスバルの伊藤さんにお越しいただきました。こんにちは、スバル車両運動開発部の伊藤と申します。はい、運動開発してます。スーパー耐久で一緒に、乗ってますんで、伊藤さんが今スバルの、ね、車両の味付け、運動性能の、まあ、味付けやってると、まとめ、はい、よろしく。何かあれば伊藤さんに全部言ってもらえれば拾えるところは拾いますと。はい、まあ、こういったあの伊藤さんがちょっとこう BRZ STI スポーツのこの新しい車両のチューニングポイントみたいなところを紹介していただけると。これチューニングしたんですか、はい、伊藤さんは。私自身はこれ STI スポーツは、はい、STI さんが特別なチューニングをしてますので、はい、でもそのポイントは知ってるっていうことですね。はい、見た目はそんなにね変わらないですけど。そうですね、見た目のところは、はい、まあ、この BRZ のワンポイントと、まあ、これちょっとオプションのブレーキ、ブレンボブレーキが入ってますけども、これ ね、 ですね、はい、これ僕 A 型 BRZ マイカー乗ってますけど、これかわいいっすね、このワンポイント。前の方はここは透明でさりげない BRZ、はい、さりげない BRZ だったんですけど、この STI スポーツは主張してオレンジで入ってると、はいはい、でこのブレンボはこれメーカーオプションになりますけど、メーカーオプションだから普通に買えば、はい、今までと同様のブレーキですけど、オプションでブレンボ選べると。選べると、うん、はい、これ実は僕ブレンボのこれ乗ったことあるんですよね、はい、いいですよね。これはよく聞きます。やっぱりサーキット走行することも考えると、ブレーキはやっぱり効く、持ちの、まあ、耐熱というか熱が上がってもその性能をキープするこういういいブレーキがついてると、このままでも走行を楽しめるような気がするので、もうまさにその通りで、はい、このブレンボがついているとサーキットの何ラップを回っても、はい、ブレーキの性能が落ちることなく、うん、走り続けられます。やっぱり止まる性能っていうのはそのスポーツ走行の上では非常に大事な性能だと思いますので、はい、うん、そうですね、安心な機能を付け加えてくれる、より走る方向けのオプションパーツみたいなイメージですかね。はい、はい、あと変わったのは内装は、内装はこの STI の、ボルドーの、ね、ボルドーのね、はい、まあ、この辺はもう僕もレボーグとかで慣れてますので、はい、この色はね、はい、これが入ったというところで、このシックな色がすごく綺麗で、そうですね、はい、これやっぱもう今いただいてるので、STI のイメージはもうコーロンカラーっていう感じですよね、はいはい、なるほど。でサスペンションも違う、サスペンションが、はい、違います。まあ、
ダンパーですね、ショックアブソーバー の、はい、あの機構のところで、あの、まあ、他のインプレッサですとか、はい、フォレスターにも採用している、まあ、あの SFRD という、まあ、周波数感応型の周波数応答型ダンパーでしたけど、あ、はい、ありましたね、はいはい、というのが入っていて、あの路面の追従性がさらに、まあ、そういった機構を使うことで一段高めている。なるほど。そんな素材を使いながら、はい、チューニングもあの STI さんの方でより走りを際立たせるというチューニングが入っています。あ、じゃあ考え方としてはフォレスター STI とかそういうようなイメージで DRZ の STI みたいな感じですね、はい、なるほど。アイサイトもついたんですね。アイサイトもこの方から、この方から、はい、マニュアルにもアイサイトが、マニュアルにもアイサイトがついた、はい、どうなんですか。これは絶対安心いい安心だと思ってます。あ、はい、まあサーキット走行するときは実際アイサイトは必要ないですけど、やっぱりマニュアルを楽しみながら安全も担保するっていうのは重要ですよね、はい、そうですね。そのサーキットに行くまでの道、あるいはその帰り、うん、疲れた体でちょっと安全運転になりがちなところをアイサイトがしっかりと安全を担保していただけるっていうのは非常にいいことではないかなというふうに思います。なるほど。他ありますか。僕ほぼゼロ情報でこの撮影をやっております。実はつい先日あのこの車で私もあの、はい、サーキット走行の展開テストもしてきたんですけども、はい、あのまあ、ベースの BRZ はまあそのしなやかな乗り味というところを重視しましたけども、はいはい、そうですね、はい、これあのしっかりとあのよりスポーツ走行を楽しめるしっかりした乗り味の中で、あの STI さんの提唱するやっぱその四輪の接地感がさらに高まっているだとか、はい、そういったところがすごく際立っている、お、はい、すごい。スポーツ走行するには、はいはい、楽しんでいただけるんじゃないかなと。なるほど。ということでスバル BRZ STI スポーツいつ販売でしょうね。そう、いつかですかね、はいはい、もう間もなく、もう間もなく、はい、あのノーマルでも楽しんでいただけるこの仕様になっていると思いますので、まあ、カスタムを、ね、楽しみたい方はまたね、あのベースグレード違う車両でもいいと思いますけど もうこのまま買った状態でサーキット楽しめるという感じの仕上がりになっていると思います。はい、ぜひ、GT もスーパー耐久もスーパー耐久ワンメイクもマイカーも、そして BRZ STI スポーツ、私 BRZ 漬けでございます、はい、ぜひ皆さんあの試乗してこの BRZ スポーツ、あ、STI スポーツ楽しんでいただければと思います。いいですか、こんな感じで、はいはい、よろしくお願いしま す, お願いします。あとスーパー耐久も応援よろしくお願いしま す, ーーますよろしくお願いします、はい、お願いします、はい、続いて GR86、40周年特別使用車になります。こちらは、開発責任者のトヨタの藤原さんに来ていただきました。よろしくお願いいたします。お願いします。 GR の藤原と申します。よろしくお願いいたします。はい、私のチャンネルなんで適当で大丈夫です。いやいやいや、そんな、はい、あゆみさん今日は紫じゃないんですか。今日はちょっと青きちゃってます。青きちゃってるんですね。すいません。よろしくお願いいたします。40周年記念車 A86 が出て、はい、40周年。僕よりも先輩ですね。そうなんですよ。35歳なんで僕もほぼほぼ同い年、同期ぐらいですか。同期ぐらいです。すごいですよね。すごい歴史ですね。本当に今回この JR86 の40周年特別記念車、はい、特に こだわったポイントとかこう足回りのチューニングとかいろいろ多分 こだわって作られたと思うんですけども、はい、何が一番こう大きなポイントですか。そうですね、40周年記念車というだけではないんですけども、はい、今回からですねようやくブレンボがつきます。いや、ブレンボ、やっぱりブレンボは、お、トヨタは赤、トヨタは赤、 GR 赤なんです。 GR 赤なんで、はい、やっぱこれは結構大きいですね。そうですよね、はい、やっぱりあの先代にもブレンボついてましたので、はい、お客様からもあの最初に2021年に出してる時も、はい、ブレンボいつなんですか、いつなのって、うん、やっぱ前の方で知ってますからね。そうなんですよ、ブレンボもザックスも出てくるんだろうということで今回ダンパーもザックス、ザックスで入れさせてもらってます。なるほど。だからまあ、そもそもこう走りを楽しむベースの車なんで、
よりブレーキを変えて、そうですね、もっとこう安心してもっとこうサーキット走行を楽しんでもらえると、そうですね、いうパッケージ、そうですね、どうですか、あのオートポリス10周行っても、まあ、全く大丈夫だよと、大丈夫だよ、あーオートポリス10周行けたらもう全然、もう全然問題ないし、もう大丈夫ですよね、はい、ブレーキとサスペンションがザックスになった、はい、あと見た目で言うと、そうですね、見た目で言うとこれ、こちらですね、サイドデカール入れさせていただいてます。やっぱりあの A86 といえばストライプだろうということで、はい、ですよね、このイメージがあります、はい、そうなんですよ、ただやっぱり今の車のデザインも当時から変わってますので、はい、今のデザインに合うようなストライプということでちょっとこう悩んで、まあ、少しこうおとなしめではあるんですけど、なるほど、はい、あ、これはあの買った車全部つくんですか、これはオプションとか、オプションです、ここあの40周年買っていただいたらこのデカールと、あとリアのトランクスポイラーですね、黒、はい、通常トランクスポイラーこれボディと同色なんですけども、はい、今回はもう黒ということで赤黒のデザインで、なんかやっぱこういう色が変わると、はい、気分が、そうなんですよ、変えてる感じ、そうなんですよ、はい、あのやっぱりこうちょっとつけてるぞっていう、はい、普通とは違うんだぞっていうところを感じていただければなと思ってます。なるほど、はい、次にあと内装、内装、はい、ちょっとですね、あ、すいません、ここにこれね、40周年、はい、40周年でここも赤になって、はい、でシートも赤、そうですね、アクセントカラー入れさせていただいているのと、あとフロアマットもですね、あの真っ赤か真っ黒かだったんですけども、黒で赤の縁取りのアクセントカラー、なるほど、で、あ、まあ、抜いていただいてますけど、ね、40周年、細かく入れさせていただいてます。これは売れるんちゃいますか。当時のフォントにこだわってですね、フォントも、はい、当時 の, あのトレのレディンのフォントで、なるほど、作らさせていただいてるんで、結構細かいじゃん、こだわりが、そうなんですよ、細かい、詰まってるんだ、あのやっぱり今も会場にすごい A86、ね、いますね、でも本当に40年経ってまだまだ愛されている車ですので、はい、まあ、そちらのオマージュといいますか、なるほど、ちょっとこう A86 らしさを感じていただけるような装備をたくさん入れさせていただいて、他にもシートですとか細かなこだわり入れてますので、結構あるっすね、じゃあ、はい、ぜひあの見ていただいて、あ、ここちょっとベースと違うなですとか、なるほど、というところを感じていただければなと思います。ね、スバルは GT とかスーパー耐久とかも展示してますけど、トヨタ GR もスーパー耐久で戦っている86を展示してます。あれはまあ一言で言うとライバル、ライバルです。スバルのライバルにはなるんですが、はい、あのセッサータクマ、まあ、ちょっとだいぶ早いんでセッサータクマ感はないんですけど、いや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 、すごくあの一緒にこうスバルとこうやっていただいているので、はい、我々も頑張れるし、そうですね、はい、おかげさまで、いや、こちらこそあの GR のモータースポーツ活動に、はい、スバルを巻き込んでしまったといいますか、ありがとうございますとしか言いようがないです。いやいや、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、こうやってあのスバルと、ね、あのトヨタって違うメーカーではありますけども、はい、こうやって一緒にあの車だったりでモータースポーツ盛り上げるために ね、 そうですね、みんなで頑張ってやってますもんね、はい、そうですね、はい、車好き の、 あ の、 のお客様の期待に応えていきたいと思っています、はいはい、今回 GR86 の開発責任者、開発責任、はい、やらせていただいてます。なんか言いづらいな、いやいや、そうですよ、あの、はいはい、藤原さんに来ていただきました、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、すみません、よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます、はい、スーパー耐久ではもう早すぎて、あの我々 BRZ がですね、もう追いかけようとしてるんですが、もう追いかけられないぐらい速い車に乗せていただけるらしいんで、ちょっと乗ってみます。エンジンかけていいの？しょうがない、いいですか？しょうがないんで、井口さんの頼みなら。バッテリーこれから外して、バッテリーこれからつけたので現場感満載ですけど、おぜひ、これはちょっとスバルの服着て面白い映像じゃないですか。お、なんかギアの感じが違います、違う、ちょっとそのフィーリングを調整してますね、へえ、すごい、なんか
違いますよ。やっぱメーカーによってこのメーター周りの作り方とかも違いますし、まあこの辺の雰囲気はね一緒ですけどね。いいですよ。あとこれ押すだけです。いい？はい。ちょっとエンジンかけます。エンジンかけるよ。いいですか？はい、いいですよ。おお、アイドリング低い。ちょっと低いかもしれないですね。普通のあのアイドルアップがないですね。水平対向と違う。ああ、なるほど。いろいろやっぱ違うっすね。人が集まってきて恥ずかしくなってきました。すごい。やっぱターボなんで、その初期のレスポンスとその後の立ち上がり感っていうのは多少向こうの NA と違いますけど、これちょっと乗ってみたいですね。そうですね、はい、ぜひ乗ってもらいたいですね。乗ってくれ、乗させてくれそうなんで、ちょっともうちょっと言ってみます。いいっすね、なんかターボっぽいです。ターボっぽい、ターボっぽい、うん、だ下だけで言ったらもしかしたら ANA のがスムーズさはあるのかな、かもしれないですね。そうですね。でもそっからのなんかトルク感がありそうな気がするんで、うん、ちょっとこれはもう乗るしかねえな、うん、ぜひ。ほら、開発責任者がぜひって言ってるんで多分いいんだと思います。ちょっと上の色だっけ、その時。はい、その時はちょっと交代で、じゃちょっとスバルさんに相談してみます。はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。